で唯一のツインフィドルバンドです。熱いハーモニーを響かせていただきましょう。それでは31ストリングスの皆さん、お願いします。結構こういったドラムとかが入ってそうな曲っていうんですかね、ちょっとなんかポップっぽいなみたいな曲を5曲ぐらい演奏します。
次の曲はですね、また同じく、ヒップホップの曲をカバーした曲になります。すいません、僕はフィドルを変えるんでした。それでは聴いてください。 Pursuit of Happiness。 One, two, three. I'm on a pursuit of happiness and I know everything that shines and know it's gonna be golden. I'll be fine once I get it. I'll be good.人気応援になったりした。今の曲はですね、原曲、もし気になったらいいんですけど、調べてみると、まあ、黒人のラップの曲、キットカディという方の、まあ、プログラムに曲名が書いてあると思うので、ぜひ気になったら調べてみてください。次の曲はですね、皆さんがご存知であろう曲を1曲用意してきましたので、聴いてください。ダンシングクイーン。
パパの多分皆さん知っていたのではないかということを期待しております。ですね、ここで今まで全然名乗ってなかった、まあ、無礼で申し訳なかったんですけども、このバンドはですね、僕が、修士2年生、大学院の2年生なので大学6年目ね、あとこのもう一人のフィナルとこの俺がこの子が、修士1年生、大学5年生ですね。それで、左側の3人がまだ大学3年生ということで、僕の3つ下だいぶ離れているんですけど、この次の曲はですね、その後輩たちがすごい活躍する曲を持ってきました。次の曲はですね、今まではカントリーじゃないですね、ヒップホップとかをカバーしてたんですけれども、次はザ・ブルーグラスというわけでもないんですけども、まあ、ブルーグラスの方たちがちゃんとやっている曲、分かりにくいですね。次の曲はどういう意味ですか、でも内容は。そうです、やっぱりそのブルーグラスはその失恋系の曲が多いんですけど、また恋にまつわる曲ということで、ザ・ブルーグラスをお送りしたいと思います。それでは聴いてください、 Going to the next train。
次が最後の曲になりますけれども、次のバンドはですね、僕たちは結構こうポップな感じの曲をやってきましたけれども、次のバンドはトラディショナルブルーグラスバンド、略してトラッドブラザーズっていうバンドらしいんですけども、彼らは結構、ザ・ブルーグラスっていう曲も用意していると思いますので、あっちで苦笑いしてますけども、ぜひ聴いてみてください。最後の曲はですね、I Will Sing a Cold Love と言いまして、これもまたカバーの曲を最後まで自分らのスタイルを貫いて演奏したいと思います。こちらも原曲は凄まじい音楽になってますので、帰ってからぜひ気になったら調べてみてください。全く違う曲が流れてくると思います。それではありがとうございました。31 Strings でした。最後の曲聴いてください。I Will Sing a Cold Love。